現代の小町公小町公とは、江戸時代の口紅の商標である。絶世の美女、小野小町にあやかった商品名で、当初は京都で作られた特に良質な口紅のことを指して、小町公と称した。ただし、当時の商標は、現在の商標登録とは、扱いが異なり、どちらかといえば、商品のカテゴリーを表す意味合いを持った名称である。現在では、 伊勢藩本店が江戸時代から続く伝統製法で製造を販売している。江戸時代の口紅は紅花の花びらに含まれるわずかな赤色色素を抽出し生成したもので、現在の油性機材の口紅とは異なる。口紅の製造は紅屋、または紅染め屋が紅染めの兼業として行う形態が主であり、小間物屋や薬種問屋といった化粧品を扱う店では、 紅屋から仕入れた口紅の卸売りを行うことが多かった。抽出、生成した口紅は当時製の井口や皿、あるいは貝殻などの内側に塗った状態で販売された。先般、新宿区の内藤町遺跡から小町港と書かれた、既然刑事記の紅チョコが発掘されている。なお、紅の容器とおぼし着物が文献上に確認できるのは平安時代からで、 後家次第に、口油箱、カ取リグー仙用時には、興奮作料、類寿雑用賞には、興奮版とある。伝法2年に出版された、当時のショッピングガイド誌、商人買い物読案内には、御用、小町公として、京都市浄土里府屋町東の、暮れな平の名が主催されている。同書には、暮れな平らいにも、小町公を取り扱う店として、祇園町の高島屋、 騎兵、伊勢や伊三郎、美濃や吉郎兵衛の店などを載せている。前景書に先立ち、江戸で出版された、江戸買い物読案内によれば、江戸でも大見、伊勢系商人の店で小町興奮を扱っていたことが確認できる。口紅の製造の主体は長く、京都にあり、江戸ではもっぱら織物を扱っていた。江戸で、口紅の製造、販売が行われるようになるのは、 江戸時代後期以降と考えられている。小町港は当時の口紅のいわばトップブランドで良質ゆえに非常に高価であった。一般庶民がたやすく購入できる口紅ではなく、主な購入者は古店女中や豪商の婦女子、下流界の遊女といった行き筋の人々だった。良質な紅は容器の内側に塗り自然乾燥させると赤色ではなく笹色の輝きを放った。 江戸買い物独案内の中に、笹色日光暮れないを扱う、玉屋という暮れない問屋の広告が収められている。玉の屋のはもともと、京都の紅れな問屋で、小町港の販売を行っており、江戸の日本橋本町2丁目に出展していた。紀大商覧本町2丁目の風景の中に、玉屋が描かれており、同資料には、 当時のベニヤの看板であった赤いのぼりが玉の矢野の脇に確認できる。新宿区立新宿歴史博物館赤えくれないチョコ小町港。ありがとうございます。